Oh god. We can't drag. We can't walk straight. Here, my guy. We can't run. Oh my gosh. Oh my gosh. I can't control him. Oh no. Yeah. Boy. There you go. We need to get back to Kamurocho. Oh no, this is gonna be fun. Okay. It's getting a little bit easier to control now. We're at 8. So it's wearing off a little bit, at least. And let's go up here. Yep, I'm all set. Oh, look at that. This phone's already flipped open. This cure. Date-san wo yūkai shita da to. Oh, another person. Omae nani mon da? Keishichou kouan nika no Kurahashi desu. Kouan nika no Kurahashi? Maa, 20-suu-nen-mae made wa Kurahashi という名前ではなく、ジヨンミンと名乗ってましたがね。あんたも鎮魂派の生き残りだったのか。ええ。合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会関係ありません。ついに我々鎮魂派が動く時が来たんです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんがお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと誰なんだ。26年前に我々の人生を狂わした方々ですよ。当然あなたも来ていただけますよね。場所はカムロ町の心臓部ミレニアムタワーか。Yep. 夜明けまでにはお越しください。さもなければ、今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。分かった。必ず行く。あ、そうだ。佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ。来ていただければわかります。She's gonna be your problem. Guarantee. 課長から連絡があって。伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。奴が人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの。夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。今カムロ町に向かってる。
俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の事態や。しばらくの間、近江連合の動きは府警で食い止める。ああ、頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら、カオルは。そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。疲れてるんだね。はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。カオルさんは？私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから、好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。ね？カオルさんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるからおじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう、はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。Knew that was coming. Every time they have a heartfelt conversation and you find out information, something happens. Here we go. そのまま突っ走れ。No big deal.One guy's got a gun. Whoa. Of course. Comes more. How do I get that guy? Ah, really?Modded hand grenade.
There you go, guys. Take that. Ah! Beautiful. Oh no. What? Oh man, I just missed it. Is this the same? Yeah, Man in Black. Ouch. You know what? I'm gonna take this out. He's got to be done for good. ここって。ああ、セレナだ。急ぐわよ。時間がないわ。早く行くわよ。ハルカはここで待っていてくれ。うん。気をつけてね、おじさん。ああ。Go to the tower. Hang in there, Date-san. Run! Uh-oh. Shoot. We should have turned around back there. Don't mind me. Stairs and to the top. Okay. ようこそ、キリュウさん。あんたが倉橋。よせ。爆弾が仕掛けられている。その通り。Great。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよ。この体に人言派の血が流れているから。ああ、もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで。26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女を一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？倉橋、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずっとマークしてたんだ。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説なんか聞きたくない。それ以上近寄ったらこのビル丸ごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ、それが人軍派の掟だ。
何が鉄の掟だ。村井を覚えてんだろ。韓国名はパク・フェジョンだ。やつはな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗、殺人、放火、自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えれば人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？そんなことは俺が許さねえ。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末すりゃ全てが終わるんだ。やめろ！お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになるんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかな。 Your daughter 待って、娘って誰のこと？まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。え、あなたが私の父親なの？違う、こっちへ来んな。我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついて、であんたが生まれた。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るこの野郎。 And he's gonna die right in front of you. 河原！俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日この復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間皆殺しにしたのを知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前はジングオン派の掟に背くのか？私にはそんな掟は関係ないわ。そうか、それなら父親と一緒にあの世に送ってやるよ。Oh no! もうこの町を神言派の好きなようにはさせねえ。お前も憎き堂島組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間の親さんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ。Alright, here we go. Try tomorrow. There we go. Yeah, using him or using that on him is probably the best idea. Jeez. Really?Got the detonator. He's out. Kawara-san. Tasukete kurete. Arigato.初めてだな、父親らしいことができたのは。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの
遺言守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。 Wait, so she wasn't the kid? おじま！Wait, that's a girl. やめろ！遺言な！ちょっと粘れちゃう！Wait, no. 何の罪もねえ子、死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は、別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、 あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い、彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへは行けない。たかが一年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って、帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。俺が赴任してる間にスヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれた人言派の構成員だ。それから俺は日本にいる人言派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員人言派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね？そうや。それでスヨンは人言派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかったけど、時々ママに電話をくれたでしょ。ああ、だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんで、つい。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。Oh、いいのよ、これで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言えん。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。
前の体に流れている血は人工派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん。I just closed the door. お父さんの血もね。懐かしいな。お前の手を握るのは俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとう。な、カット。So sad. Chapter 14. Dorayu March. Oh man. And now the real battle begins.Back to Majima Construction. Ah, there's his classic outfit, too. そうだな。俺らは他人様を見下ろす高い場所よりもこういうところでこそこそやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物のデカだった。ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スヨンの隣に眠らせてあげようか。そやね、それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水くさいやないか。うん、26年前、狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ、人言派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。 What if he is the kid? また人言派が仕掛けてくる可能性は高いな。こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ、彼女なら解析できるかもしれん。Sad. わかった。こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。じゃ、道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか、いよいよか。ええ、カムロ町進行は近江連合の長年の夢やった。5代目の親父さえ結局は手を出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。ええ、わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本門の竜になるんや。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。Oh, man. ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。
あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。入れ。失礼します。合流会がついに全勢力を神室町に向かわせたそうです。そうか。このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。So he got planned. ダメね。ダメか。ええ。このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか。仕方ないわね。あ、ってことは。なんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の。ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え、そうか、その手があったか。佐山、お前これからどうするの。ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。Why wouldn't she wanna do it? Yeah. Fine, Sayon. Bottom left. All right, let's take a cab down there. どちらまで行かれますか。それでは出発。Oops. This way. Oopsie.Steps and to the right. Ah, あなたか。ごめん。Oh, it's you. お店勝手に使わせてもらっちゃった。どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや。そう。関西に帰るのか？ええ、あんなことがあったばかりだからママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。
そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが初めて、そう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも あなたの言った通りよね。やっぱり辛くなっちゃった。でももうやるしかないのよね。大丈夫だ。え？Oh. Haha. どんな結果であろうと、俺が全てを受け止めてやる。だから何があっても帰ってこい、この町に。The attack is coming, right? Nani? Alright, we have a few minutes left. See what we can do before then. Moto Clinic. Oh, Kitaka. Kazuki. Oh, he's up. Kiryu-san. There he is. Sorry. Forgot that. Oh my god, that was so long ago. それより体の方は大丈夫なのか？もう大丈夫です。Kazuki, すまなかったな。こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ？実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も？え、じゃあ店にいた和樹さんは？ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ、自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。尋問派の連中か？そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。 They must have been planning that for so long。 じゃあお前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ？監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。
どういうことだ。爆弾は一個じゃない。すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え？奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ、数はわかります。いくつだ？連中は言ってました。12,000。26年前、殺された恨みの数だけの爆弾を用意した。Bomb for each of the brothers. キリュウ、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破。そしてもう一つが、昨日倉橋が準備したものだとすると。残りは31個だ。キリュウ、俺は警察に事情を話して、爆処理を発動できるように要請する。爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても、専門知識がなきゃ処理することはできんからな。わかった。ん？何？All right, so he wants me to go to Tojo Clan headquarters. All right, ladies and gentlemen, right here is a perfect point to stop for today.